選手カードをスキャンしてね。キャプテンカードを使うなら1枚目に選手カードをスキャンして、フィールドに置く。選手カードをスキャンしてフィールドに置くんだ。選手カードをスキャンしてフィールドに置くんだ。選手カードをスキャンしてフィールドに置くんだ。選手カードがない場合は選手カードをスキャンしてフィールドに置くんだ。このチームでいいかな。はい、先行くぞ。足引ったんじゃねえぞ。君のアビリティ発動。ああ、どっちのチームがチャンスをつかむのか。運命のコイントスだ。今キックオフの笛が鳴り響いた。君たちのチャンスボール。攻撃、相手のアビリティ発動。相手のアビリティ発動。攻撃に参加するカードを攻撃参加ゾーンに移動させよう。赤いカードは赤いゴールエリアに、青いカードは青い攻撃エリアに配置すると有利だ。作戦決定。作戦勝ちか。中央がフリーだ。相手のアビリティ発動。チーム気合十分。どんなプレーが飛び出すのでしょうか。これは大チャンス。フリーで駆け上がる。フリーから楽々とパスを回していく。カードを左右に動かしてパワーアップ。超パワーアップ。舞い上がる。絶望的なまでの力の差っていうやつだ。君のチームのリードで折り返しだ。相手チーム防御に参加するカードを作戦決定。相手の動きを読み切っていた。相手のアビリティ発動。攻防が繰り広げられるのでしょうか。右サイドから敵陣に切り込んでいく。ここで立ち塞がるディフェンダー。殺さない。素早い連携でディフェンスをかわした。ここで味方選手に鋭いパスだ。ここで立ち塞がるディフェンダー。効率的に抵抗する力を奪う。君のアビリティ発動。ここでゾーンオブペンタグラムだ。
ここでカウンター。君のチームの逆襲だ。シュートするカードを相手ゴールエリアに入れて赤ボタンを押すんだ。君のチームのカウンター、速攻で攻め上がる。忘れ物に注意するんだ。また遊んでくれよな。